日はね、これモルタルを塗っていきます。一発スキニングの方をね、やっていきたいと思います。このね、養生が仕上がりを決めるということで、きっちりと貼っていきますね。地面にもね、ボタボタ垂れるので養生していきます。本焼き、半焼きとかいろいろあるらしいですけど、見つけられなくてホームセンターで、とりあえず万能って書いてりゃいいかなと思って。うわ、あれ、まずこの、あれ、角にこいつがつくんだけど、最初にモルタルを持ってここにこれをペタってつけていくらしい。大丈夫？全然 NHK みたいにいかん。NHK は脚色してるから。はい、軽量モルタル練っていきたいと思います。水の分量は適当です。もう勘で作れるようになっていきますね。で、パレットみたいなやつに養生して何回も使えるようにしていきます。なので、こっち側のこの、こっちのコテをタコンタコンとかやって、すごいうまいことやってるな。あ早いな、もう行っちゃった。すげえな、プロは。 NHK、 でね、この日のためにいろんな動画見てね、パティシエの動画とかで、ね、準備万端で挑みましたからね。この角っこを斜めにパッチンと通しておくと、こういう斜めのところがね、スッといくんかなみたいな。カンカンバー、カンカンバー、はい、ここからね、時間との勝負なんで、ガンガン塗っていきます。塗って塗って分厚くしすぎないことがポイントなんですね。そして幅を700ミリにしといてよかった。道の本当によかった。はい、もう全然後つかないね。傷つけときます。その格好マジで暑いかもしれない。今日はね、心強い助っ人2倍速でやっていきたいと思います。やってみよう。よし、結構ね、綺麗にこうまとめてからやった方が取れる形が綺麗になるというか、スコーンって。あ、でもこのままプチャーンになりそうです。変える？上の、うん、ちょっと変えるか。こんなに乾いてきて大変になってくる。うわー、大破壊した。もうこんなのタイミングおかしいんやけど、だいぶね、この頃になると手つきが慣れてきてるような気がしてますけど、コテがまだまだ汚いですね。塗りやすさはあるけど。あー、よっこらせー、よっこらせ、よっこらせ。あああ、これ何をしているかというと、何をしているかというと、はい、塗り重ねた時に、ね、剥がれないように水分をね、含ませてます。こうしとかないとね、ポロ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 剥がれる。こうやったとしてもポロポロ剥がれるんです。おー、剥がれる。ピローンってね。でそう、一番大根、どういうこと？ちょっとアカウントバンされちゃうから。確かに一番の主役の角ですね。こんな感じですね。一発目の塗りということで、結構荒々しく仕上げてますね。急激に乾かないように、中央一回塗った後に、今日天気がいいんで、打ち水でね、シャワーでシャーっと水をかけています。で、余ったモルタルがあったんで、もうちょっと先にね、この角のところを仕上げてます。じゃあこの後ね、もう一発仕上げ塗りしていきたいと思います。頑張ります。開始していきます。とにかく丁寧かつ素早くということで、
でもね、やっぱ仕上げ塗り相当気使いますね。これでね、外観の質感ほとんど決まっちゃうんで。はい、じゃあね、ここからね、均一に塗ったら平坦さの確認していきたいと思います。この辺、かなりシビアにやりますね、ここはね。このやり方ね、オリジナルなんで正しいのかよくわかんないんですけど、もうど素人はこういう風にやっていくしかないのかなと思って、何回も何回もね、こんな感じで繰り返して修正をかけていきます。プロの方だったらね、もうこんな音せずに一発で面が出るんでしょうけども、はい、何回も地道にやっていきます。でね、ポイントとしてはね、へこんでるとこは想像以上にモニターが足りてないんで、かなりがっつり持った方が直しやすいなっていう風に気づきとしてありました。でね、これ仕上げの際なんで相当力を加えて圧縮した方がいいっていう風にどっかに書いてありました。うん、ひび割れが少なくなるのかな、仕上げが綺麗になるのかな、わかんないけどね、丁寧さと力強さ両方求められるんでね、うん、まあ大変ですわ。あ、やるぜ。すごい顔。うん、お気づきの方もいると思うんですけどね、だいぶ日が横から差してますね。これも朝のね、7時ぐらいです。ええ、もうこれぐらい朝早くから始めないとね、子育てと仕事と、もう両立無理ですね。うん、朝の7時からこんなことしてるとね、ご近所さんからね、あー、もうご主人頭おかしいなーっていうふうに思われてるんですね、多分ね。あー、慣れてきてますね、だいぶ慣れてきてる。下塗るのがまたきついんすわ、腰がね。でも丁寧に最後まで塗っていきます。はい、平滑チェック、平滑チェック、全然平滑出てない。平滑なのか平坦なのかもわかんないけど、とにかくね、平らさが出ない。力づくで直していきますね。はい、頑張れ。はい、最後の面、寂しい図ですね。寂しい、一人っきりでずーっとやってますからね。うん、助っ人も今日はいないですから。お、なんか誰か取りました。お、モグラの嫁さんが興味を持って、まあ、塗ってくれてます。はい、モグラなんで、モグラなんですぐやめました。はい、モグラなんでね、はい、だるそうに佇んでいましたね。窓の四隅がポルタルの収縮によって割れてくるらしいので、グラスファイバーというものを捨て込んでいきます。これグラスファイバーといっても、ただのグラスファイバーではなくて、対アルカリ性、普通のあの FRP とかで使うグラスファイバーだとアルカリへの耐性がないから劣化していくらしくてですね、なのでちゃんとしたこういうものをね、購入した方がいいと思います。もっとでかいロールで売ってるんですけど、ワッサンはケチって水圧にしてます。本当はね、これ全体的にやった方がいいらしいんですけど、ケチりましたね。こう何回も叩きながらノロを出してあげる感じでね、内側にある水分を出してあげながら伏せ込んでいく感じですね。はいね、この頃になるともうコテの使いも慣れてきてね、ほら、上のところに、コテの上に汚れがついていないでしょう。これが上手くなってきた証拠なんだって勝手に思ってます。はい、うん、このモルタルの粉がね、すんごい植物についてね、なんか嫌でしたね。これなんか飛ばない方法ないのかな。はい、ここからね、超トリッキーなことをしていきます。どんなことかというと、ここの壁ね、モルタルをちょっと分厚く塗らなきゃいけなくて垂れ下がってきちゃったんですけども、それを抑えるために型枠をね、下のところに固定してます。さっきのアルミの棒を使ってね、この型枠使ったらかなり塗りやすくなってですね、これいい方法だなと個人的におすすめしたいと思います。はい、で仕上がりはこんな感じでね、簡単に棒を外れてめちゃくちゃビシッと出ました。はい、じゃあ最後の面仕上げていきたいと思います。はいよ。あ、飛行機じゃん。紙飛行機。レゴだな。お、来た。プロペラ飛行機。でかっ。ゴリアテやん。
モルタル塗り完了しました。どんな感じかお見せしますね。仕上げ塗りまで終わりました。まあ、この後ね、ジョリパッドっていうのを塗っていくんで、最後の最後ではないんですけれども、まあ、下地としてはね、仕上がってるかなという段階です。ちょっとまだカルとかね、後で処理しますけれども、ここまだね乾いてないんで、少し色が濃いめのグレーになってます。で、こっちは昨日塗ったところなんで、ほとんど乾いてきてますね。はい、やっぱね、難しかった。左官めちゃくちゃ難しかったです。プロの職人さんがいる理由がうなずけてですね、改めてすげえなと思います。改めてですね、どんな感じで作ったかっていうと、モルタルは軽量モルタルですね。ベースモルタル B っていうやつを使いました。で、軽量モルタル使わないとかなり重たいらしいんで、そこは軽量使った方がいいと思います。で、コーナーにはね、直線定規とか言われるあの樹脂のものをね使って、角がねビシッと出るようにしました。なのでね、かなりねビシッと直線が出てるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、こちら側も、はい、ビシッと出てると思います。下の部分はですね、ドア側の方だけコーナー定規、直線定規が見つけることができたので、それを使ってるんですけども、その他のところは入れてません。なので結構下はダルダルです。はい、ちょっとね、どうせ目立たないだろうと思ってダルダルにしてしまいました。やばい。なのでこういうとこ押すとポロポロ剥がれていきます。まあこれはこれで味があっていいでしょう。平面については長いねアルミの角材を使ってここから当ててですね、平滑度合いを見ていきました。で、上から見て隙間が空いてるところはモルタルを持って、できるだけ平面に見せるような感じにしてます。ガラス繊維を伏せ込んであげて割れを防止しようと努めてはいます。そんな感じですね。まあ素人にしてはうまくできたんじゃないかなと勝手に思ってます。はい、今日は終わります。お疲れ様です。ついにね、屋根材が届きました。3.5